はい、どうも、こみです。さて、本日は GS さんからお届けしてまいります。さあ、GS さんといえば、まあ、いろんなね、特徴的な攻めというか、ワクワクする攻めをする人がいっぱいいて、今日は誰かなっていうふうに思っているんじゃないかと皆さん思うんですけども、今日は、トキさんの攻めをお届けしたいというふうに思います。トキさんといえば、超有名な配置ビルダーですね。僕もお世話になってますし、日本の有名クラン、プロ選手、さらにはもう世界中からトキさんに配置を作ってほしいとお願いするクランがもう山ほどあるぐらい、めちゃくちゃ有名な配置ビルダーなんですけども、その方の攻めってね、実はあんまり見たことないと思うんですよね。でもね、当然ね、配置を作るからには攻めもうまいんですよ。ちょっと今日はそこを掘り下げてみていこうと思いますが、まあね、トキさんの攻めですって紹介するだけだと僕のチャンネルっぽくないので、なんでこの攻めを紹介したのかっていうところもお話ししていきます。全部スーパーボーラーです。今このスーパーボーラーってめちゃくちゃ流行ってるんですよ。世界のグローバルランキング、トロフィーですね、のグローバルランキングの上の方とかに行くと、もうボーラー使ってる人ばっかみたいな感じになってるんですよね。で、まあ、こいつの強さが何かっていうと、まず一つはグランドウォーデンのオデヒーってやつですね。今回この部分、グランドボーデンにヒーラーつけて、ここを潰していきます。で、そこの部分っていうのを、まあ割とノーリスクに近い形で潰すことができるんですね。時間はちょっとかかっちゃうんですけども。で、潰すことができるっていう意味で、序盤の大事故っていうのが比較的起こりにくいというのが一点。さらには、スーパーボーラー、これとやっぱ比較されるのは中華式と呼ばれるペッカ・スパビズの編成なんですけども、これに比べて、スーパーボーラー自身の体力がちょっと、まあスーパーウィザードよりも高いので、巨大爆弾とか、マルチインフェルノとか、投石とかクロスボウ、ちょっと殴られたぐらいだったらやられないというね、強みがあります。まあ、この辺が、に、さらにそのスーパーボーラーの攻撃距離の長さと、一発一発の威力ですね。これが重なって、レイジヒーラープラスボーラーっていうね、この組み合わせのもう良さが存分に発揮できる。これがスーパーボーラー使ったスマッシュです。どんな風になっていくか見ていきましょう。で、今回ね、このね、ロイヤルチャンピオンの処理がね、うまいんですね。これ、ストライカー1体当てることによって、こんな感じ。ロイヤルチャンピオンにストライカーが、アプローチしていくことによって、これね、グランドボーデンでロイちゃん倒しちゃうんですよね。これはお見事でしたね。で、アーチャークイーン1体を使って、グランドボーデンをここに入ったものを呼び戻します。このテクニックは結構上等ですね。アーチャークイーンを使って、グランドボーデンを呼んでからスーパーボーラー。で、1体ペッカーを加えているっていうところね、これを、見逃さないでほしいんですけども、このペッカーめちゃくちゃ重要です。こいつね。なんでかっていうと、さっき、まあ、タフって言いましたけど、言っても脆いんですよ、スーパーボーラーって。なので、前衛に立って盾役になってくれるユニットっていうのが絶対必要で、まあ、今回で言えば、スーパーボーラーにヒーラーをつけるっていうのもまあいいんですけども、それ以前にまずペッカにヒーラーをつけることによって、前線でこうね、ほら、集中砲火を食らってますけども、レイジヒーラーで全然ペッカが落ちないんですね、これ。まだグリーンゲージの状態になってるじゃないですか。こういうことなんですよ。で、このペッカを先導して、役にしておきながら、後ろからスーパーボーラーで刺す。ほら、こんな感じ。ゴリゴリ削るでしょ。ほら、ボン、ボンって感じで。すごい勢いで、スーパーボーラーが削っていくんですよ。で、削っていってくれた、その後ろからアーチャークイーンが突っ込むことによって、このアーチャークイーンが、奥の方にあるタウンホールをきっちり破壊してくれるんですね。レイジに乗ってる状態だったらアーチャークイーンがもう5、6発するかなで、タウンホール壊してくれるので、さらにヒーラーがついてるからアーチャークイーンがね、最後食い火の状態になって生き残るんですね。という形を作る。で、今回ここをグランドウォーデンで潰しながら、こういう感じで中央入ってきましたね。フリーになっちゃってるこの部分。ここに関しては、これね、ロイヤルチャンピオンを刺していくことによって、今ロイちゃんがぐるーっとね、こっちまでこう回り込んできて、前回まで持っていくという格好ですね。これが基本的な形になります。で、すいません。今回ね、このネクロマーサーが2体ここに見えますけども、こいつ、外周実はずーっとね、歩ってきました。こういう風に。歩ってくることによって、これ中華式なんかでもそうなんですけども、外周部分のお掃除っていうのをね、ネクロマーサーにやってもらいます。こうすることによって、時間を巻いていくっていうことですね。見ての通り、時間結構3分ギリギリになっちゃってるんですけども、このネクロマンサーの仕事があったから時間間に合ったというね、ことが言えるかなというふうに思います。こんな感じですね。基本的にジャンプ1枚持っていくっていうのが上等手段かなというふうに思います。が、基本ウッドランチャーで序盤の壁を開けておいて、ジャンプで最終タウンホールの手前の壁が開かなかったらそこ乗り越えるって感じですね。こんな感じ。ガガッとね、壁を開けていきますが、ここの壁が最後、残っちゃった場合とかにジャンプを打ってそこを乗り越えていくっていう感じですね。
なんで、まあ、こう、ジャンプ1枚型の、スーパーボールプレイ、間違えた、スーパーボーラー編成っていうのはよく見るし、まあ、これは中華式ペッカとスパビズを使った編成でも同じですね。ジャンプ1枚入れるっていうのはよく本当見るパターンかなというふうに思います。トランチャーとの相性がいいっすね、やっぱね。さあ、で、もう一本見ていきたいというふうに思うんですけども、これですね、トキさん。バウンホールが中央にある配置で、その辺にこう高火力のね、かつ高 HP の防衛がずらっと並んでいるインフェルノ、クロスボウ、投石機、イーグル砲という感じですね。こういう配置も、ど真ん中に、すいません、ど真ん中にドーンとスーパーボーラー投げ込むことによって、この辺全部潰してくれるんですね。で、残った部分は同じです。最後、ロイヤルチャンピオンが回収して終わりという格好を作っていきますね。で、またね、このお出来がうまいんだよな、これ。バルーン3体、4体か。出していって、レイジバルーンでこのシングルインフェルノ、これを潰すことによってグランドウォーデンでこの辺奥の方まできっちりとカットを入れていきます。こうすることによって本体ここから出すんですけども、横にそれにくくなるんですね。まあちょっとそれちゃうんですけども、それにくくなる、中央に行きやすくなるっていう形を作ります。でこっちキングとネクロマンサー3体を加えることによって、きっちりと外周のカットをしながらスーパーボーラーを中心にこうね向かわせていくルートを作っていくっていう感じですね。このテスラは多分ちょっと予想外ですね。ここに生えちゃったおかげで、まあ、若干スーパーボーラーが釣られるんですけども、同じ形、アーチャークイーンでグランドウォーデンを引っ張ってから、ペッカ、スーパーボーラー、後ろからウッドランチャーという形ですね。3時方面、こちらの右側の方は、バーバリアンキングとネクロマンサーでカットを入れていきます。で、ここね、壁が開かねえやべえってことで、ジャンプを打ってますね。でも本当このジャンプね、こっちに打つはずだったと思います。ここに打って、こう誘導するはずだったと思うんですけども、壁が開かずにボーラーが流れかけたんで、ジャンプを打って、で、アーチャークイーンとボーラーを壁の中に誘導しましたね。しっかりこれほら、ヒーラーがつくと、結構最終的にグランドオーデンの攻撃で起こっちゃいましたけども、ボーラーがちょっとね、しぶとく生きるんですよ。これもそう、ほら。2体まだヒーラーがついてないけど生き残るじゃないですか。で、ここからボーラーがボール投げていってくれて、で、グランドウォーデン像。これもね、後ろから来るグランドウォーデンと一緒にここ壊していくんですよね。こんな感じで。で、こういうところのタフさですね。これがもしも、スーパーウィザードであった場合は、おそらく、そこまで耐えきれずにやられちゃって、ということになるんですけども、ペッカがいなくなった時点でもスーパーウィザードは、まあまあ仕事がもうできなくなる環境になるんですが、ボーラーの場合、こう、多少それても、しっかりね、仕事をしてくれるというところが、なんていうのかな、パワーを中心部分でいかんなく発揮してくれる理由っていうところですかね。まあ、序盤にマルチインフェルノとかにこうね、焼かれちゃって、スーパーウィザードがいなくなっちゃうっていうのが、まあ、中間式でいうよくある、怖いパターンなんですけども、まあ、そういうところっていうのがスーパーボーラーだとないんですね。基本的には、マルチインフェルノの攻撃にちょっと焼かれたぐらいじゃ全然耐え切るというね、強みがあると。いうところですかね。しっかりと中央部分を蹂躙してくれて、最終区画、まあ、ロイヤルチャンピオン起こっちゃいましたけども、もうほぼね、防衛がない状態までロイちゃんが蹴ってくれたんで、アーチャークイーンが回り込んでいて、前回まで追っていくという形ですね。これ非常に綺麗に決まっていて、どちらも、グランドボデのお出火から、外周部分、キング、ネクロマンサー中心ですね、にスーパーボーラー流し込む、こっちグランドボデね、グランドボデン、こっちキング、中央部分に、ボーラーね、ドンっていう感じですね。で、まあ、ここに、ウッドランチャーも一緒に入れていきながら、壁を開けつつ、タウンホールまでの道を作っていくという形。まあ、これはもう本当にもう、スーパーボーラーを使った編成の基本になります。で、一個忘れてほしくないのは、やっぱりこれ、ペッカ。これ必ず入れた方がいいですね。これ入れるか入れないかで、だいぶスーパーボーラーの持ち変わります。スーパーボーラーが40枠、ペッカ25枠。で、スーパーボーラー1体減らして3にしてもいいんですよ、これ。かける3でいいんで、必ずペッカ1積んでおくっていうね。この組み合わせにするのが、コスパが一番、僕見てていいなというふうに思うので、そこはぜひ、この編成盗んで真似してもらえたらというふうに思います。あと、ジャンプ1ですね。で、ヒールはなしです。こう、レイジがかける4。っていう感じですね。もう、レイジヒーラーでゴリゴリ押していく。っていうのが、この編成の強みなんで、もう、ヒーラーにずっとレイジを切ら、まあ、ヒーラーとボーラーかなに、レイジを切らさないように、もう、絶え間なくかけ続けるようなイメージですね。そうすることによって、火力を、高いまま維持して一気に中央部分、さらには後半部分までユニットのパワーを残して押していくというね、格好の攻め方になります。とはいえですよ。とはいえね、やっぱりミスは起こるんですよね。これが、どんな風になるかっていうのも一本見てほしいと思ってこれを準備しました。で、二つ大きくミスるパターンがあります。で、一個目は、今回のこの動画のアタックですね。
ヒーラーがいなくなるパターン、まあ、これどういうことかっていうと、対空砲とかね、投石にヒーラーが焼かれちゃうようなことがあるんですね。こうなってくると話がちょっと変わってきます。結局スーパーボーラーの編成、まあ、スマッシュと言われるヒーラーをペッカとかイエティとかボーラーとかこういう重量級につけて押していく編成っていうのは何にしてもヒーラーが命なんですよ。レイジかかったヒーラーのおかげでユニットが生き残るっていうのが、これがもう生命線なんで、ヒーラーを失っちゃったらダメなんですね。だからそこを守る側からすればどういう風にヒーラーやっつけてやろうかって考えるし、攻める側からすると対空砲からの横打ちとかめちゃ気をつけます。なんでトキさんも今回対空砲きっちりグランドオーデンで折る構えでいってますね。ベビードラゴンでカットをしながら対空砲にまっすぐグランドボーデンが向かう道をこう作っていってます。で、対空砲を折ることによってサイドカットをより深く入れつつヒーラーが撃たれるリスクを減らしてから本体だというね格好にしてます。これねすごい綺麗にカット入ってますよね。さらにアーチャー塔まで折っていて逆走リスクをどん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 減らしていって、あとこのまま大工の小屋かな、こいつが折れればもうあとはいらないかな、うん、はい、もう一発入れたかったんだろうな多分これなと思いますけども、まあでもこれ逆走しませんからね大丈夫かと思います。でこの投石、これがね結局肝になるんですね今回のアタックの。見ててほしいんですけども、レイジかけてアーチャークイーンの体力しっかり回復させながらペッカとボーラー外周部分ぐるっと回していきますね。グランドウォーデントームを打っていって、本当はこれ多分ボーラーも混ぜたかったんでしょうけどちょっと入んなかったですね。これアーチャークイーンが援軍と当たるところでちょっとこれは予防戦的に体力も減っていたんでトームを使ったというところじゃないかなと思います。ウッドランチャーを九時方面から、さらにスーパーボールブレーカーで壁を一層開けてスーパーボーラーを壁の一層内側に流し込んでいこうという構えなんですが、この投石見てください。これ範囲にヒーラー入ってますよね。でこの後アーチャークイーンがここイーグル殴るところで投石のターゲットから外れて投石がヒーラーを撃っちゃうんですね。これ一発、さらに2発目、これが致命的でした。ちょっと一瞬ねフリーズが遅れちゃったんでヒーラーが全部焼かれてしまって、こうなってくると、ボーラーもイエティも援軍から来たイエティもアーチャークイーンも全く、回復の恩恵を受けることができないんで、ここから苦しくなります。で最終的にもタウンホールは壊したものの、その後ろに構えているヒーロー3人衆、これが倒しきれずに全開まで伸びなかったというね格好になっているわけなんですけども、とにかくヒーラーを守る、これがめっちゃ大事ですね。まあ、今回の例で言えば突入角をおそらくこの辺にこうしてあげる、こっちから入っちゃいましたけども、じゃなくてこの辺から入ってあげれば、まあ、ワンチャン良かったのかなっていう気もしますが、まあそれは結果論的なものはありますけどね、ちょっとね。で、もう一個は、今回はね、アーチャークイーンがここにポイズンダメージの中にこう今入ってやられちゃいましたけども、ポイズンの中に入っちゃうと、スーパーボーラーとアーチャークイーン一気に落ちます。で、レジェンドとかでもうポイズンに入れるプランしかどうしても組めない場合は仕方ないと思うんですけども、あえて自分から、スーパーボーラーや、アーチャークイーンとかね、主力ですね、を、タウンホールのこのポイズン効果、ここに、入れるようなことはなるべく僕はしない方がいいかなというふうに思います。まあレジェンドのね上手い人のリプレイ見てると入っても押し切ったりするんですけども、あらかじめ自分でプランを組めるそういう野良戦とかね、クラン対戦、リーグ大会、フレンドリーチャレンジ、これ系の場合には無理に、ポイズン効果に突っ込ませるプランを選ぶんじゃなくて、少しそこを迂回しながらタウンホールを壊すような、今回で言えば、こういうようなルートをね歩っていくようなプランとか、まあ、逆でもいいんですけどこういうふうにね、まあ、そういうルートを選ぶことができた方が、まあ、なかなかね、言うほど簡単じゃない。ここにジャンプ打ったら外行っちゃうとかあるので、あんまり、その辺で簡単ではないんですけども、なるべくならポイズン入れない方がいい。で、入れた場合には、しっかりとヒーラーにレイジをかけて回復量を上げて、ヒーロー、ユニットが起こしないように注意するというところがポイントになるのかなというふうに思います。はい、ということでですね、本日はトキさんのね、スーパーボーラー編成見てもらいました。こんな感じで僕のチャンネル、クラン対戦の解説の動画中心にやってます。タウンホール13、14、メインで扱っておりますので、これいいなと思ってもらったらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。そしてまたこれからもご視聴いただけたら嬉しいです。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。